じゃあこれから今日インザハウスマシンに入れ替わるですね。インザハウスマシン。インザハウスマシンです。インザハウス、インザハウス、インザハウス、吉尾 Vlog です。こんにちは。本日は目黒区にあるバーストレストランにまた来たんですけども、はいはいはい、今日来たのはですね、はい、僕の ARP556、うん、はい、もう使い物にならなくなったんですよ、ね、弾打てば飛ばない。で最初からもう所得も遅いと、うん、それをボスさんのところに持ってきたらどう変わるのか、うんうん、今日出す時の動画なんです。中身いじるのまだ何も決めてないんで、はいはい、相談しながら、うん、今日は行ってみてと思います。でお店の中でお話ししながらどんなカスタムになるのか、はいはい、値段もいくらかかるか分かんないですけども、はい、まあやるだけのことをやっていこうと思うんで、はい、よろしくお願いいたします、はい、あれジョナサンとボブさ ん、 なんかマスク一緒じゃない？兄弟マヨゾネス兄弟じゃあ行ってみましょう、はい、レッツゴー、はい、じゃあいいっす。お邪魔いいです。お邪魔いいです。お邪魔いいです。入り口で怪我をする。お邪魔いいです。いらっしゃいませ。おはようございます。おはようございます。すいません、よろしくお願いいたします。どうもお願いします。あれマスクがいつもと色が違う。超レアキャラ。それじゃそれじゃです。そうです。で今日ちょっと僕あの前々から約束させていただいていた、はい、ARP556 持ってきたんでちょっと見てほしいんですけれども。お、じゃあパクさん、はいよ。あちょっと宣伝しようと思ったもうお店の中に置いてあるっていうね。おろ、はい、これは ARP556 ずっと使ってきた ARP556 なんですけども、うん、まあそうね、どんくらいも2年ぐらいになるでしょう。そうだね。そう、うん、2本目に買った銃なんですけれども、うん、まあ中身はさ一応クリーニングしたりとかいろいろしてるんですけども、うん、まずまあこのまあ遊び場で遊んだ時に、うん、引き金引いて弾飛んでくんだけども、うん、ホップいくら上げようと、うん、弾がね遠くまで飛ばないんですよ。うん、でもうダメになっちゃった、うん、で馬場さんのカスタムの話聞いて、はいはいはい、今日バーストヘッドさんにこの子を託そうと。なるほど、なるほど、はい、はい、あの顔を撮ってました。俺ね、俺ね、俺俺かっこいい超レアキャラもう何だろう、なんだ俺が惚れちゃう一応今日はあのこの子をですね、うん、ARP556 を、はいはい、ちょっとじゃあ、あのカスタムさせていただきたいんですけれども、うん、はい、特に何をしたいかっていうのは決めてないんですよ。お、そうなんですか。はい、ただまあどんな感じがあるのかっていうのをちょっと聞いて、うん、まあ基本的に丸投げなんですけど、はい、まあその方が助かります。うん、はい、うん、お任せだ。お任せですよね。はい、うん、どんな感じにボスさんだったら仕上げてくれるんですか。自分はね結構ね556系はねすごくカスタムしてるんですよ。はい、お客さんの、うん、でまずねあんま中は実はギアとかそういうのは買えないんです、はい、もう G&G のオリジナルのまま使って、うんうんうん、あとは、まあ、腕次第かな。あ、なるほど。じゃあもう全任せですね、はい、そうですね、うん、はい、あとはまあ予算的にね、まあ、そのいろんないいパーツ組み込めばそれなりのものはできますけど、別にそんなことしなくてもいいものは作れるので、うんうん、まあ、自分がこういうのしたいなみたいな感じでちょっと仕上げたいなと、はい、まあ、中をいじる部分に関してはもうボスさんに任せますんで、うん、分かりました。あの予算はまああの人が払えるぐらいであれば大丈夫。そうですね。そう、人が払えるの気分次第。分かりました。あんまりほらあのかかるっつうと僕があのすごい顔になっちゃうんで、うん、ただこの男はですねかけてほしい顔してるんですよ。なるべくまああの優しい感じっていうか自分の考えで、はい、そんなお金もかからず、うん、いいもの作りたいなと。で一応、はい、まああの弾速に関しては、うん、所得に関しては一応インドアで使用したいんですけども、うん、表も持ってってその状態で遊びたいんで、うん、表も対応できる感じだけど、うん、一応所得は90以下にしてみたいな。なるほど。で、うん、今回あの前回も言ってたあのディープショットのバッテリーは購入しようと思ってるんですよ、うん、はいはい、なのでそのディープショットのバッテリーも入れて、うん、であとはまあバレルでなんかあの、うん、ARP556 用のなんかすごくすごいバレルがさっきのあってありましたよね。あ、そうですね。ちょっとあの、はい、テーパーをかけるちょっと加工もしてるので、はい、まあそれを入れてうん見たいなと、はい、あれって見ても大丈夫ですか。今見たらまずいですか。大丈夫ですよ全然。さっきもね、ちょっと感動したさ、うん、あのすごかった、すごいよ。どっか行きましたね。そうです。これこれ。いいですか、さて。これさ、これはすごいってことですよね。
見えるかな、これすんげえ薄いんですよ、加工はね。これ見た時ちょっとびっくりしたでしょ、うん、でこれが薄くなることによって、うん、やっぱり集団率が上がるんですか、うん、そうですね、要するに遠くに飛ばして集団率も上がるという形で、すげえ、これやべ、俺もやりたい、うん、ダメですよ、え真似しないでください、嘘でしょいやでもこれすごいわ、え、これボスさん削ってるんですか、いや、これはね、お願いしてるんです、あ、これは、はい、今、ね、僕が返す前に取ればできたのに、やってもらうもんね、やってもらうもんね、大丈夫だもんね。まああとはあのトリガーの部分もですね、ショートストローク加工していただきたいんで、わかりました。はい。まあ電子トリガーとかはいじんないですけど、うん、ペルン入れたりとかはしないですけど、うん、エアルピタも元がいいんで、うん、まあ、ただモーターとかに関しては、うん、もしボスさんが変えたくなったら変えてください。じゃあじゃあいやもうブラシレスが一番いい、そう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 ブラシレス入れちゃえばもうすごいよ、うん、やっぱ、うん、もう一度ブラシレス味わっちゃったらそれでいいやなっちゃう、うんうん、じゃあ入れましょう、うん、入れましょうか、入れよう入れよう、ブラシレスでペルンはなしで、ブラシレス、うん、ブラシレスであとは内部はボスさんカスタムで、一体いくらになるんでしょうか、すげえすげえ羨ましくなってきたな、なんかすごいことになっちゃうな、もうなんか俺がわさわさしてきた、馬場さん今回俺カスタム出しますけど、うん、ジャネさんとね、うん、馬場さんからあの少しずつお金もらえますからね、嘘でしょ意味わかんない俺も何言ってるかわかんない、うん、まあ一応そんな感じですかね、ダイヤルピー、これ、まあ、現時点の所属っていくつぐらいなんですか、まだ分かんない、77です、77ぐらい、はい、ただ元は、うん、60ちょいだった、優しい優しいモード、優しいですね何か新しいことをしていじればいじるほど、うん、でいろいろ買ったりして中身変えれば変えるほど弾速が落ちていく、うんうん、で YouTube に出そうものだったら秘密がどうのこうのとかいろいろ言われましたけど、もう全てね、あのプロの人もいじってみて下がっていったんで、多分この子の状態が悪かったんだと思います、まあね、それか俺の呪いか、呪い生きてるのに呪いなの、うん、生きるようじゃんこれ以上良くなれば何でもいいですからね、まあね、うん、まあとりあえず一回中身全部見てもらって、うん、そうっすね、うん、ただ本当にこれ一番使いやすいわ、 ARP 5ゴール、確かに、でも使用頻度は多いもんね、うん、これもうほとんど元がディスマシンだからね、これそうそうでしょ、そう、本当そう、みんなが知ってますからね、ゴールはディスマシンだからね、そう、はい、ディスマシンの2、1、2か、そうですね、そう、じゃあこれが今日インザハウスマシンに入れ替わるですね。インザハウスマシン。インザハウスマシンです。ちょっとおじいちゃんのジャンケンセクシーして。やだよ。なんで俺が。ジャンケンセクシーして。やらんわ。じゃあそういうことでよろしくお願いいたします。ました、楽しみにしますんで。まあ出来上がりのスピードはあの待ってないですか。大丈夫です。それはフリですか。はい、聞かなくていいから。それではですね、今日はあのバーステッチさんに来てカスタムを出したっていう動画になるんですけど、出来上がりに関してはまた撮りに来た時に撮影させてもらいたいと思いますけども、こんな感じであの ARP556 がどんな感じのインザースマシンに変わるのかっていう動画でした、はい、よろしくお願いいたします。それではまあ、あ、そうだ、最後に、うん、バーストヘッドさんもですね、うん、YouTube の方あるんで、うん、ぜひそちらの方も登録しながら、僕のも登録して見たら必ずいいねボタンを押しながらよろしくお願いいたします、うん、はい、では何かあります？喋ってこと。伊沢さんキャンプどうなんですか？私あのバーストヘッドチャンネルっていうのも始まったので、うん、そっちはもうみんな好き勝手いろいろやってるので、うん、そっちもぜひ見てほしいです、はい、よろしくお願いします。見ろよ見ろよ見ろよ登録しろよ登録しろよ、うん、最近、うん、ちょっと、うん、動画が開くと、うん、登録者が減るんですよ。みんな待ってるんだ。みんな待ってる。マジで、あの解除したら本当まで呪われますよ。はい、それではこのチャンネルが面白かったらまた動画の中でお会いしましょう。I'll be back。いるよ。戻ってこいよ。Curtains, 'cause all we need is candlelight, you and me, and a bottle of wine, gonna hold you tonight.